涙よりもと息よりも微笑みで伝わる線だけで鼓動だけであなたを守り続けたいたとえ遠くてもYou got the light 譲れない夢の場所探して走るあなたの輝きがなぜか中みたいだわ。キュアカプセルの中で感じる安息のイメージみたい。違うわ。戦いに疲れてキュアカプセルの中で見る夢はあなたたちの心の奥深くに眠っている遥か太古の記憶なのよ。太古の記憶？そうです、何万年もの太古の記憶です。どういうこと？ここを見て、太陽の光、水、綺麗な空気、どれもこれもプラントで作ったものだけど、限りなく自然に近づけたつもりよ。自然？人口の範囲語ね。ずいぶん古い言葉だわ。もうそれこそ何万年も使われていない。私は思い出してほしいの、すべてのソルノイドのソルジャーたちに。みんな昔はこんな暖かい故郷に住んでいたということを。故郷？戦いだけが全てじゃないのよ。あなたたちは偶然ここに流れ着いたのではありません。私たちは誘導したのです。一人でも多くの戦士たちを救おうと思ったのですが。ちょっと待って、私たちって、あなたたちは一体？私たちはコンクです。コンク？あなたたちが？あなたたちがハンセングループのコンクなの？そうか、そういうことか。なるほどな。イーストフォースとウエストフォースの親衛艦隊がお前らコンクを躍起になって探してるってのに、その所在が用としてつかめないわけってのは。そうか、こんな漂流岩礁の中に隠れてやがったのか。これじゃ見つからねえはずだぜ。こいつらは戦争を終わらせようとする重犯罪人だからな。こいつらを親衛隊に突き出してみな。お互い十字勲章者だぜ。え、エルザよ、お願い、それだけはやめて。安心しな、俺様はそんな姑息な真似はしやしね。近いうちにイーストフォースの母艦を撃沈して堂々と十字勲章もらってやら。というわけでだ、俺様はこんなところでままごとに付き合ってるほど暇人じゃねえんだ。俺は出てくぜ。あ、そうだ、忘れちゃいけねえ、ラビーちゃんよ、おめえとは戦場で決着をつけてやるからな。楽しみに待っていな。なんやろ、俺を怒らせる気か。キャティ、行かせてあげて。この人は私たちなんかに何の興味も持っていないわ。だって戦うことしか知らないんですもの。
んだ、どこの野郎。宇宙じゃな、戦いだけが真実なんだ。敵も味方も未来のために、勝利のために命を懸けて戦ってるんだ。それをこんなところにこそこそ隠れて、おまけに厄介者のレトローグまで育てやがって。てめえらは戦うのが怖い臆病者の腰抜け野郎どもさ。ああそうとも、俺様は臆病者デキレだからな。もちろん興味もありゃしね。さあ分かったらさっさとここを開けやがれ。あなたは今未来のためと言ったわ。ああ言ったとも、それがどうした。両軍ともにすでに強力な構成砲を各スターフロントに配備したわ。その数は日々増えている。そしてそれにとどまらず、強力な反物質砲まで。反物質砲は通常物質と反応して対消滅現象を起こす恐るべき最終兵器よ。もしそれが戦線に投入されたら、勝利者なんて存在しない。ソルノイドというヒューマノイドがこの宇宙から姿を消すのよ。に増幅ステーションを中継してコールビーコンをキャッチ。誰からだ。はチェックユニット B2682 号からです。 B ナンバーは巡航艦のクルーだ。場所はエリア996セクター B の48136。何もない宇宙域です。船か、それとも。よし、一個大隊を呼び寄せろ。セクター B の48136に高速転移。私も聞いたことがあるわ。レトローグが増えると種族自体が消滅するって。レトローグは単一種族ソルノイドの生命生産段階において2000万分の1の確率で生まれてくる突然変異体だと信じられてきたわ。したがってレトローグは発生と同時に全て消去されてきた。でも本当は違うのよ。レトローグは私たちソルノイドの一種で、かつてはレトローグと私たちは共存していたの。遥か遠い母なる星で。私たちソルノイドは永久に続く戦争によって消耗されていく兵士たちを効率よく生産するために、いつの頃からか卵子を埋めるソルノイドだけを選び量産するようになったのです。それでいいじゃねえか。何か不都合でもあるってのか。敵にどれだけのダメージを与えたか、敵兵力をどれだけ駆逐したか、日々バーチャルコンソールの上に表示される何万点というスコア、その一点一点がソルノイド兵士の死の数なのよ。電子化された戦場では一人一人の死には誰も立ち会わないから気がつかないでしょうけれど、私たちは常に同胞の死の数を得点として競い合っているのよ。一度の戦闘で何十億というソルノイドたちが死んでいくわ。それが正常だというの。それじゃあ聞くが、突然変異体のレトローグどもを育てるのが正常だってのか。仲間たちが必死で戦ってる時にこそこそ逃げ回ってるやつが正しいってのかよ。ちょっと何するのよ。花がかわいそうでしょ。うるせえこのチビ。泣かすぞ。パーティー？どうかしたの？なんでもないわ。漂流岩礁か。あの中にコンクの基地が。間違いありません。ビーコンはあそこから発せられていました。
見つけたぞ、コンクメ。この戦いを否定する者は皆殺しだ。それがファイザー司令の意思なのだからな。キャプテン、一時方向に高速転移物。何？ウエストフォース親衛隊です。何？奴らも嗅ぎつけたの？敵艦長から映像です。手法を敵艦に照準しておけ。よし、映せ。私はウエストフォース銀河西部域第12親衛隊のウィザエルだ。ふん、私はシュート。どうやら同じ獲物に食らいついたようだな。さて、どうする？獲物を目前に戦い合うのも合理的とは言えまい。お互い反戦グループの根拠撲滅が急務のはず。お前たちを叩き潰してからゆっくりと根拠の奴らを血祭りにあげてもよいのだが。コンクの戦力も判明していない。いいだろう、コンクを撲滅するまで休戦だ。我々は101日に総攻撃を敢行する。遅れるなよ。タヌキめ、キツネめが。急げ、総攻撃だ。それでもあなたは戦い続けるのですか？うっせえ、死ぬけどもと話し合うことは何もねえ。おい、てめえらもこんなところに長いは無用だぞ。反戦グループと関わっただけでこれもんだぞ。大変よ、前方20メガマイルに親衛隊の機動艦が。いいか、コンクの奴らは災いの元であるレトローグを奪取し育てているはずだ。コンク全員と、そしてレトローグどもを全員抹殺しろ。ただし、コンクのリーダーだけは生かして連れてこい。どうしても聞きたいことがあるんでな。よーし、行け！ふぅ、こいつは立派なコントロールルームだぜ。この岩礁にこんなところがあったのね。おい、キャティ、戦争でも追っ始めようってのか？私たちにそのつもりはなくとも、彼女たちはそのつもりのようです。親衛隊のステルスクルーザーだわ。ってことは、シュートよ。あちゃ、最悪の事態ね。シュートってあの、超性格悪い司令官の？そう、そのシュートよ。多分どんな言い訳も通用しないわ。おい、なんで？どうして敵と味方が一緒に、なんでお互い攻撃しないんだ？私たちコンクを前に共同戦線を張ったようですね。イーストフォースと俺たちが共同戦線だ？わからないわ。なぜそれほどまでにコンクを恐れるのかしら。レトローグの根絶だけが目的とは思えないわね。もうすぐ真実がわかります。彼女たちが恐れているものは別にあるのです。どういうことだ？17セクター、中央5859セクターに侵入。重武装のパワードトルーパー数体を確認。中央部に侵入してくるわ。どうするの、エルザ？彼女たちの目的はレトローグだわ。でもどうしてここが分かったのかしら。何を、私は何も。そのブレスレットは？これは20回目の出撃記念にもらったものよ。何よみんな、このブレスレットがどうしたっていうの？バティ、それは強力な誘導ビーコン発信機よ。以前にも見たことあるわ。そんな私は何も。てめえ、よくも仲間を売りやがったな。
俺はそういうの大嫌いなんだよ。ちょっとやめなさいよ。パティは知らなかったって言ってるでしょ。わからない、何も覚えてないの。本当よ、信じてちょうだい。どうだか。やめてルフィ、どっちにしても今はそれどころじゃないわ。なんだと、お前らのせいで俺まで反逆者扱いなんだぜ。大体お前らがグズグズしてるから悪いんだ。何よ、もともとあんたが勝手に追いかけてきたんでしょうが。キャティ、降伏した方がいいわ。シュートは何をするかわからないやつよ。いいえ、彼女らはここに来ることはできません。本当だわ、舞台が少しずつだけど交代してる。何、あのエリアには強力なガーディアンがいます。武器を持って近づく者は容赦しません。決まってんだろ、友軍がピンチなんだ。お前らイーストフォースが何やられても知ったこっちゃないがな。またがやられてるってのにじっとなんかしてられるかい。待って。まったくしょうがないやつね。フォースめ、我が軍を盾にする気か。役立たずめ。シュート、さらにミサイル。何、愚か者め。でしょ、余計なことしやがってそう言うと思ったわよ、ルフィちゃん。ちゃんなんてやめやがれ。恥ずかしがり屋なんだ。何、動くな、武器を捨てろ。さあコントロールルームへのエアロックを開けろ。この私を甘く見るなよ。ウエストフォースのバカ者どもとは違うのだ。これを見ろ。もう一度しか言わんぞ。エアロックを開けろ。あいつらの頭が吹っ飛ぶ前にな。よくやった中隊長。ウエストフォースのやつらは、はっ、全員ガーディアンどもの餌食になったかと。ウエストフォースのやつら、親衛隊まで間抜け揃いとはな。おお、コンクにはウエストフォースのやつらまでいるのか。それにエルザ、お前まで。何を言っても無駄でしょうから弁解はしないわ。名誉の戦死を遂げたかと思えば裏切り者に組みしていたとはな。全ての責任は私が取ります。だからスターリーフの他のクルーたちは許してあげて。エルザ、スターリーフだと。我がイーストフォースにそのような船はない。したがってそのクルーなどもはや存在しないのだ。シュート、お前たちのことなどどうでもいい。我々はコンクの基地を叩き潰しに来たのだ。コンクのリーダーは誰だ。コンクにリーダーなどいません。
みんな自分の意志でここにいるのです。貴様分け知りのようだな。ならば我々が何を探し求めているかも知っていよう。コンクの基地以外に何を探しているのです？とぼけるな。私をなめるな。聞こえるか分隊長。はっ。ガキは全部で何人いる？ここには8名であります。よし、頭にビームをぶち込んでやれ。そうすればこいつらの考え方が変わるだろう。やめて。分隊長。やめて、分かったわ。渡します。よろしい、それでいい。いけないわ、キャティ。言い忘れたがな、私は気が短いのだ。目障りだ、外へ放り出せ。データを開いてみせろ。おお、これだ。よし、渡せ。ご苦労。よし、引き上げるぞ、中隊長。はこれが何かわかるか、エルザ。これこそファイザー司令の探し求めていた反物質法のデータなのだ。反物質法のデータさえ手に入れば、広い宇宙を探し回る必要もない。2号機を建造すればよいことだ。シュート、司令が反物質法を使って何をしようとしているのか知っているさ。総統を倒し、自らがイーストフォースの最高司令官だらんとしておいでになる。エルザ、何もファイザー司令に可愛がられているのはお前だけではないのだ。エルザ、貴様は消耗品なのだ。他の兵士たちと同じにな。ご苦労だったな、ユニット B26825。私は…みんな自分が通報ユニットとは気づいておらん。コンクという単語に反応して反射的に行動するようファイルされていたのだ。おい、反物質法だかなんだか知らねえが、今度会った時はただじゃおかねえぞ。仲間の仇は必ずってやるからな。反物質法の恐ろしさは貴様ら一兵卒には理解できまい。撤退だ、中隊長。本当に引き上げたのかしら。このままで済むはずないわ。第16格納庫に何かある。これは艦隊砲撃用の熱核弾頭だわ。艦隊が作動している。あと10分よ。親衛隊らしいやり方だぜ。全部吹っ飛ばす気か。エルサ、ファイザー司令に伝えてやる。言いたいことがあれば。いいわ、伝えてちょうだ。必ず後悔させてみせるって。いいだろう、伝えておく。高速転移用意、爆破圏より離脱。私のせいだ。パーティー、爆弾を止める気よ。私も第16格納庫に行きます。エルザ、お願いがあるの。分かってるわ。ポニー、子供たちを集めてスターリーフの係留されている第6ポートまで行くのよ。分かったわ。スターリーフ動くの？やってみるしかないわ。ルフィ、あなたも協力して。しゃあねえな。電圧が足りない。チャージするのに時間がかかるわ。ラミ、そっちは？もうすぐよ。ラミたちが子供たちを連れてくるわ。早く早く、こっちこっち。リン、状況分かってんのかしら。ほら、あんまり急ぐと転ぶわよ。だから言ったでしょ。
ラビー、気をつけろ。来やがったぜ。早く、早く。ラビー、みんな乗ったわよ。待って、まだルフィが。ラビー、バカ野郎、早く行け。奴らがすぐに来るぞ。ここを破られたら船までやられる。ここを開けて。ラビ、お前とは敵と味方じゃなかったら友達になれたかもな。敵と味方じゃ友達になれないの？ラビ、ダメだわ、解除できないわ。持ち出せないの？少しでも動かしたら振動神官が作動するわ。美しい戦いだ。戦いの邪魔をする愚か者どもは宇宙の塵と消えよ。必要なファイザーの攻撃にさらされながらも戦争を終わらせるための戦いを開始した私たち、兵士を生産し続けるソルジャープラントでガルフォースたちが見た真実とは。次回ガルフォース第3話、ソルジャープラント。永久戦争に終わりは来るのか。